ルスーヨミウンチウガナビラワンネイカリフミコヤイビン FM21 ウラシンカイアル FM21 放送ルスーヨジヒンチチウタビミシエビリチムククルデイチに放送ソウル放送局ヤイビン。皆さんこんばんは。今日もやってまいりました、げんちゃんとアッキーの笑顔が大好きの時間でございます。いや、沖縄県ね、ここのところの雨が続いてるんですよね。今日もスコールみたいな雨がですね、あちらこちらで、降りまして、ね、ちょっと湿ってるんですが、まあこのぐらいの方がもうね、30度越すよりいいかなと思うんですが、せっかくでもね、観光客の皆さん沖縄に遊びに来られて、雨じゃねえかわいそうだなと思うんですが、はい、ぜひ雨降ってても楽しめる方法を考えてくださいね。周りの皆さんもぜひアドバイスしてあげて、雨降ってもここは楽しいよという形でね、ぜひ、ね、アドバイスをしてください。さあ、昨日地方統一選挙終わりましたね。さあ、皆さんのところもいかがだったでしょうか。選挙活動なさっている皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、立候補なさった皆さん、本当にご苦労様でございました、ね、大変ですよね、選挙ってね、はい、もうやっぱりあれですよ、日頃やっぱり皆さん地方 の議員さんってなかなか会う機会がないんで、この地方選挙の時に、公示されてからの 朝とかね、夕方 の交差点に候補者の皆さんとか支持者の皆さんが旗を持って立って、はい、挨拶を、なさってました、はい、ある意味ですね、やっぱりあれですよね、こう交差点にこう旗を持った方がこうたくさん並んでると、朝 のラッシュの時間にですね、私たち運転手としてはもうちょっと視界が悪くなったりですね、この立候補なさっている方に挨拶もしたいんだけど、これがこう、ね、不注意運転だったら大変だし、そういう意味では、ね、もう少しスマートな選挙戦ないかなと。あとまたあれですよね、公示前に堂々と選挙活動なさっている方々、沖縄県もこれやめましょうよ、本当にあれですよ、情けないというか、もう、ね、もう、まあ、大体こう革新側がそういう選挙違反多いんですけど、でもね、保守側もですね、最近はやっぱり支持者の皆さんから怒られるらしいんですよ。え、一体どうぞがあった、この旗もたくさん立てて、もう人もたくさん出て選挙活動総論文、あんたたちは何をしてるんだって怒られるじゃないですか。これがね、沖縄の今までの選挙戦です。はい、ね、もうとにかく他の候補者よりも目立った活動をしようという。でもこれは公職選挙法違反ですから、ぜひきっちりとそういう法律を守っていただいて、議員さん、まあ、特にまた国会議員の皆さんたちは法律を司る方々、その国会の方で法律を作っていく方々ですので、国会議員が率先して法律を破ってどうするっていう、まあね、沖縄は本当にひどいですよ。だから他府県の方々がね、言うんです、源ちゃん、沖縄どうなってるの、これって自分のところでは、例えば東京ではこんなの絶対見られないよと、こんなことしたら大変だよ、すぐもう警察官飛んできてもう逮捕されるよという形でね、言われた時に沖縄県民としてとっても恥ずかしい、げんちゃん恥ずかしいよ。だからもうね、あれですよ、やっぱり宣伝したい、もう顔を覚えてほしいっていう、その方々皆さんの候補者の皆さんのね、気持ちは分かるんですけど、でもこれはお互い様ですから、お互いに自粛して、もうやっていいことこう、ね、悪いことをしっかりと、自分でこう、ね、納得して、で法律は破らない、ね、もう
こうあれですよ、いろんな考え方当たり前にありますから、10人いれば10人考え方違いますけど、でも最低限法律は破らない、これさえ私はちゃんとしっかりしてくれればどんな考え方でも、はい、ああ君はそういう考え方なのという形で受け入れることができるんですかね。はい、ぜひ当選した皆さん本当におめでとうございます。そして惜しくも落選なさった皆さん、また4年後ぜひちゃんとまたいろんなお勉強をして研鑽を積んでまた立候補して、本当に自分たちの素敵な地域づくり皆さん頑張ってほしいなと思います。はい、やっぱり勉強するかしないか、やっぱり常識、しっかりと常識を自分に刷り込めるかだと思うんですよ。だから自分が指導できる、あこれは選挙違反だよと候補者が言えるぐらいのやっぱり勉強していただければ本当に素晴らしい沖縄県になると思うんです。はい、おかげさまで本当にインターネットのおかげで沖縄県もう徐々にまともな方向に向かっています。はい、そういう意味ではやっぱり私たち、私も60以上ですから、中高年がやっぱりインターネットできないからといっていつまでも逃げてるんじゃなくて、やっぱりこう必要なものは世界中の常識とかいろんな話題を集めるためにもインターネットぜひ皆さん頑張って子供や孫から教えてもらって、恥ずかしくないですよ、もう知らぬは一生の恥、もう知るも教えていただくのは一時の恥ですから、そういう意味ではぜひ自分がおかしな方向に迷った道に生かされないようにはするためにもインターネットをぜひ頑張っていただきたいなと思います。さあ、今日の歌はですね、私の友達に島幸子さんという伊豆出身の方がいるんですが、もう本当に心正しき、そして神様を敬って、人間としてもう真っ当な道を歩いていらっしゃる方なんですが、イザナ出身ですので、これ彼女の歌の中からですね、私もコーラスで参加してるんですが、愛咲く花咲く夢が咲く、この歌をお聴きください。よろしくお願いします。はい、お聴きいただきました。愛咲く花咲く夢が咲く、いい歌ですね。島幸子さんとは私ももう25年ぐらいの お付き合いになるんですな。実はこの島幸子さん、車のこう事故でですね、追突されまして、無知打ち症になって歌が歌えなくなったんですよ。で本当にもうこれからという時にね、こう声が出なくなって歌えないっていうことで、で本当にいろんな形でいろんな努力をしてリハビリとかいろいろですね、東京に行ったり、いい先生がいると聞いたらそちらに行ったりして、一生懸命こうリハビリやってたんですね。もうでもそれでもやっぱり7、8年、そうですね、7、8年、9年ぐらいまでですかね、やっぱりちゃんと歌えないので、彼女は歌を作る、あれですね、お母さんが以前の深みに調してたので、そういう意味ではそういう身近で接しているからあれですけど、そういう意味で神歌に近い歌とかですね、いろんな制作をしまして、コイナとかですね、いろんな方たちが文科生として彼女の作った歌を歌っております。そういう意味ではね、もう一生懸命努力をして、ある意味もうこれは無理なのかなと、僕らも周りにいる僕でさえ、もうさっちゃん歌えなくな、歌えないのかなこのままという諦めに近いところがあったんですけど、でも彼女の偉いところはもうそういう形でまた一生懸命やってると、やっぱりいい出会いがあってですね、三平ちゃんという私も今友達ですけど、彼と仲良くなって、彼がまた今度一生懸命この彼女の歌が歌えるようにしたいという思いで、いろんな形で協力をしまして、サポートしてくれたんですね。そのおかげで10年以上、11、2年ぐらい経
経ってからですかね、だんだん歌えるようになりまして、それまた人に作品を作っていろんな形でやってたんですが、そういう意味でもう彼女も歌えるようになって、最近では本当にある意味もう元よりもいいかなというぐらいの、歌が歌えるんですね。やっぱり人って努力するかしないかだから思うんですけど、中途障害で私たちもいつ何時事件や事故で体に来るか、歩けなくなったり、ひょっとして声が 出にくくなったり、いろんな形の障害が出てくると思うんですけど、それをそこでこう諦めるか、それともそれを乗り越えて一生懸命リハビリの辛さ痛さそういうのに耐えて一歩ずつ横なるように頑張るのか、やっぱり努力すると人間ってすごいなと思いますよ、だからぜひ中途障害を持っている皆さんにとってもですね、ぜひ島幸子さんとお話しするチャンスができたらいろいろお話してください。彼女は笑って毎日進んでますけど、で実際も本当にこうちゃんと歌えるようになるまで相当のご苦労があったと思います。周りにいる私たちでさえ、さっちゃんすごいなという思いで、いつもいるんですが、ぜひ伊是名出身の皆さんも島幸子さんぜひ応援していただいて、いろんな形で、島幸子さんのこの障害を乗り越えたお話とかを含んだそういう講演会コンサートみたいな形でぜひいろんなところで企画していただきたいなと思います。もう人間はね、諦めたら終わり、乗り越えていこうという努力、もう一生懸命自分を叱咤激励して痛みに耐えて前に進んでいけば必ずいいことがあります。そういう意味ではね、島幸子さんを応援していただきたいと思います。じゃあもう一曲島幸子さんの歌から聴いていただきます。時を超えて。はい、聴いていただきました。可愛い声でしょ島幸子さんの声でした。はい、もう本当にね、そういう意味では人は諦めたらそこで終わるんだということをね、やっぱり諦めずに頑張っていったらそれこそ今まで以上に力が出てくるということ、もう彼女をそばで見ていると実証しますね。はい、ありがとうございます。ぜひいろんな形でですね、彼女のお話と歌を聞けるような講演会コンサートみたいな形をぜひ皆さん企画してくださいね。はい、よろしくお願いします。さあ、メールが来てますよはい、もういつもねボギーチャンネルの常連さんで1階の百姓皆谷さん、ありがとうございます。こんばんは大掃除ということでご挨拶いただきましたありがとうございます。今日はねボギーちゃんがお休みのせいで、ボギーチャンネル、皆さんにご覧いただけませんが、ありがとうございます。はい、ボギーちゃんもねいろいろ頑張ってますんで、はい、よろしくお願いします。さあ、もう昨日からもうあれですよ、日本中のテニスファン大騒ぎですよねすごい、20歳の大坂なおみさんが全米女子テニスで優勝したんですよ。優勝、もうとんでもないですね。今の若い子たちは本当にもうパワフルでエネルギッシュで、もうこれまでの20何回という優勝経験を持ってる対戦相手を本当にもう叩きのめしているんですけど、でもコメントは本当に日本人として本当に相手を思いやり、相手の不安を思いやるという素晴らしいコメントで、20歳の子がこんなこと言えるのかという、よっぽど直美さんもいろんな苦労をなさってきたんだなというね、本当に分かるようなコメントですよ。でやっぱりもうやっぱりあれですよ、コメントが美しいとさらに可愛く見えるというはい、もうね彼女はこれからまだまだ上に行きますよ。そういう意味ではね、私はそんなにテニス好きじゃないんですけど、もう彼女のファンになりましたよ。はい、ぜひ、これからもですね、皆さん大坂直美さん応援してくださいね。はい、元気を勇気をいただきました、ありがとうございます。さあ島幸子さんと、知り合った頃、その前に私は中学校の頃、中学校の頃からギターを
をやりながらいろんなイベントを出てたんですね。私が、小学校6年生の時に同級生のお兄さんがベンチャーズの大ファンでレコードを持ってて、その友達から誘われて、ちょっとすごいグループがいるけど聞かないかって言って、お家に遊びに行ったんですよね。そしたら、皆さんベンチャーズわかります？テケ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 ですよね。もう今まで聞いたことない歌、もうすごいサウンドにね、もうびっくりしまして、一目でね、このグループアベンチャーズって素晴らしいなと認めて、ね、それから大ファンになったんですよ。でも私が小学校6年生頃って言ったら、もちろん周りで楽譜とかベンチャーズの楽譜とか、CD とか持ってる方々はほとんどいなくてですね、でどうしたらいいのって、そしたらうちの中にクラシックギターに鉄弦を張ったギターがあったんですよ。もうね、あの頃だったらギターがあるだけでもすごいですけど、でそのギターでベンチャーズのレコードを買って、もちろん楽譜ないから耳コピーですよ、耳コピー、こう何回も何回も聞きながら、チューニングの合わせ方もわからんし、だから聞きながら、あ、このチューニングだったら弾きやすいなとか言って、いろいろ創意工夫して、若いってすごいよな、若いってすごいと思いますよ。本当にそういう形でいろんな形で一から研究して、こうね、弾けるようになってきたんですね。だからやっぱりもちろんこのレコードからのコピーでやるんですけど、そしたらこう周りに、まあ、一つ上の先輩方の中にやっぱりベンチャーズファンがいて、もうやっぱりなんていうの、噂って広がるんでしょうね。こういうふうにやってると、どこの誰それがこうベンチャーズ大好きだよっていう形で、もういろんな人から紹介されて出会うんですよ。もうそしたらね、もうやっぱりこう唯一無二のこうベンチャーズ大好きな人たちですから、もうグループができるんですね。中学校1年生の時にこの先輩方と、一つ上の先輩方と、ベンチャーズバンドを作りまして、練習を、ね、しながら、ね、私も、もう要するにクラシックギターに鉄弦張ったような、そんなギターじゃベンチャーズはできないなっていうのがあって、親父が三味線をやってたんで、親父を拝み倒して、なんとかこういう風にこのギターが欲しいんだよってお願いをしたら、やっぱり音楽を好きだから、その辺で親父とね、こうなんていうの、呼吸があって、あ、じゃあよし、じゃあ、まあ、お前がそこまで言うんだったら、じゃあ買いに行こうかって、ちょうどね、ちょうどあの頃米軍のおかげさまで儲けさせていただく、もう仕事が順調に乗り始めた時だったので、親父もじゃあよし買ってやるっつって、あの頃那覇市に楽器店があったのかな、でだからあれですよ、このエレキギターだったら、じゃあ小座のテリア楽器店に買いに行こうかっつって、親戚の中に音楽好きな人がいて、その人と一緒に小座のテリア楽器店に、もう楽器選びんですよ、このエレキギター。ベンチャーズはモズライトっていうね、メーカー品を使ってるんですよ。でもモズライトなんか高すぎて、僕らいくらね、親父がこう商売調子に乗ってるって言ったって、もうこんな本部の買えないから、あの頃日本製でモラリスって全く完コピしたギターがあったんですよね、このモズライトの。それをもちろん加山雄三とかベンチャーズが白いモズライトを使ったんで、白のモラリス。そしてなんと親父は、じゃあもうこれだったら音出ないからアンプも買ってるよっつって、30ワットのエレキアンプを買ってくれたのよ。もうね、夢心地っていうか、もう ここまでやってくれると思ってなかったもんですからね、小座のテリア楽器店でこのモラリスと30ワットのグヤトンのアンプをですね、買ってもらって、帰りはあれですよ、あれだ、おやき丸だったかな、 NW の1号店初めてドライブイン入りましてね、もうルートビアとかハンバーガーを食べたんですけどね、もうその味なんか覚えてるわけじゃないですよ、もうモラレスをもう抱いてますから、もうだからね、こうあの時のこう感動ないですよね、本当に。もう夜はもちろんこのモラレスを抱いて
寝ましたけどね、はい、そしてやっぱりこの先輩方も石に復帰してそのベース買ったりドラム買ったりそういう形でもう音楽活動が始まったんですね。やっぱりこういうベンチャーズバンドもう にぎやかしですから、周りに那覇市で中学生でバンドやってるのって本当に3グループいたかなぐらいですね。でだからその中の1グループでしたから、もう夏祭りとか地域 のお祭りにですね、引っ張りだこでおかげさまでなんとあれですよ、30ワットのエレキアンプにベースリードギターサイドギター3つぶち込んでだってお金ないしアンプなんか1つしかないですから、これでやったんですけどね、フォアグラ のちょっと小高いところで夏祭り、まあ、矢倉を描いて盆踊りとか踊ってですね、いる中で僕らはもうベンチャーズ の、ウォークドントランとかその辺をやるためにこう演奏したんですよ。そしたらこの小高い丘から向かい側にそべの小高いところがあるんですよ、はい、あの頃建物がほとんどあんまりなかったんで、だからそべの方で私たちバンドが演奏してる音が聞こえたという、後で伝説になってましたけどね、30ワットですよ、30ワットのアンプに3つぶち込んで、もう2、3キロ離れたところで聞こえたっていうんだから、すごいなと思いますよ。そういう、ね、いろんな活動で楽しい、少年時代を送らせていただきました。もうね、本当に親父がああいうふうに協力してくれなかったら今の私はいないですよね。でも本当は親父は三味線ですから、三味線をついてほしかったと思うんですけど、もうねやっぱり若いとどうしても親父に対する反抗期ありますから、いえ最初になんかやってられるかっつってエレキに走ったんですけどね、あの時教わっておけばよかったな、俺も若かったなという後悔があるんですけどね、はい、そういう意味ではねやっぱりふるさとの思い出たくさんあります、はい、私も60過ぎたらねもう年の数だけいろんな思い出がありますが、ぜひその中でもやっぱりふるさとという歌あります。ふるさと最初はねなんだと思ってました、大した歌じゃないなと思ったんですけど、今になるともうふるさとって素晴らしいな、やっぱりこう自分のふるさと根っこはどこぞと言われた時の私はやっぱり沖縄県であり、ね、日本国なんですね。そういう意味ではふるさとにたくさんの誇りと自信を持って、そして、ね、そこで暮らすみんなでお互いに助け合い支え合って、ね、子供や孫たちのために頑張っていきたいなと思っております。それでは、ふるさとお聴きください。
はい、ふるさとを聞いていただきました。ありがとうございます。もうね、やっぱりこう、30代40代50代と年を増すごとにやっぱりふるさとへの思いね、そしてあのいろんな形でふるさとを良くしたいなという気持ちが強くなってまいりますね。ありがとうございます。さあ、今本当に日本全国異常気象をねやってまいります。今週もまた週末になんか大きな台風がね日本に向かってきているということで、今回のやつは沖縄ももうね免れないんじゃないかなと、幸いはという形で予報が出ています。でもその中で本当にこの大雨、こう台風の大災害の中でもちろんあの地域の警察の方とか消防の方とかいろんな方たちが頑張ってますが、我が日本国を本当に守り、国民の命を本当に最重視にあのした組織、自衛隊、もう私はね自衛隊の皆さんには本当に心から感謝をしてますし、そしてもう、ね、尊敬をしてます。もうね今もあれですよ、もうこう大雨で本当に行方不明の方ですよね、本当に一人一人探してらっしゃるし、またこれからもう雨とかこの台風、またさらなるすごい勢力の台風が向かってきています。その中でもう私からすると、もう自衛隊の皆さんは本当に心からもうこう感謝をしてるし、これ以上のねもうことが言えないんですけど、でもなぜに自衛隊の皆さんにこうね反対している方たちがいるんだろうと。あなたたちは本当にあれですか、災害が自分の身に降りかかってどうしようもなくなった時に自衛隊断りますか。自衛隊の皆さんがあなたたちを救いに行った時に、私はあなたたちのこう救いはいらないよと言えますかね。ねえ、よく考えてくださいよ。もうね、反対でお金もらってるのかなって思いますけど、そうじゃなくてやっぱり日本人としてやっぱり防衛もそうですし、こうね私たち国民を守ってくれる組織に対しては本当に心から感謝をして、心から尊敬をして、心から協力をして、お互いにこうね、お互いがもうあのなんていうんですかね、明日へ向かって、立ち向かっていけるように、そういう形で協力体制作れませんかね。もう人間あれでしょう、その災害に遭わないとその苦しさが分からないと言いますけど、ね、もう少し考えてくださいね。もう一生懸命こう本当にこう自分の時間とかそういうのをもうね、自衛隊の皆さんはもうそれよりも国民の命を助けようと一生懸命今頑張ってます。そういう意味ではもう私はもう自衛隊に対して心からの感謝です。で、僕は自衛隊の皆さんの応援歌として作りました、レンちゃんのですね、歌が、日本の勇者自衛隊、お聴きください。
ば真っ先に駆けつけ全力で頑張る陸上自衛隊ありがとうございました。自衛隊の皆さん、心からの感謝でございます。日本の勇者自衛隊お届けしました。ありがとうございますね。本当に何だろう、日本もそうですけど世界中が今異常気象で本当に何かの警告がずっと続いてるんだからってね思うんですけどね。私キリスト教でも何でもないんだけどノアの箱舟がやがて来るんじゃないかなと思うぐらいのもう本当に災害や天変地異が続いてますが、まあね、やっぱり我が人間、ね、人類が、やっぱり地球は命の母ですから、そういう意味ではこう命の母を守るために、ね、やるべきことがあるんじゃないかと思うんですよ。やっぱりこう、ね、あんまり自我を通してわがまま放題にやりたい放題にやってるともういずれはね、そういう形で来るんじゃないかなと思います。やっぱり今からですねこう最悪なもう災害が来ないうちに私たちがやはり共存共栄、地球と一緒に共存共栄し世界中の人々と共存共栄しお互いに助け合い、支え合いね、本当に協力し合っていく人類に、ね、ならなければいけないんじゃないかなと最近特に思うんですよね。これだけ災害が続くと、ね、ある今のあれですよね、この9月っていうと敬老会とかお年寄りに優しくするっていういろんなイベントがたくさんあります。私も先週の土曜日はね首里の泉、子ども園というところの、ね、この、敬老会で、ミニライブをさせていただきまして手話の歌とか、まあ、ね金作の花とか、まあね、朝ドレンとか歌わせていただきました。やっぱりあれですよね、まあ、お年寄りって言ったって僕より若い人がたくさんいるんですよ、はい、そういう意味ではね。でもステージからこう皆さんの顔がねもうはっきり見えてもうやっぱりそういう形で手話の歌とかこう子供たちと一緒にやっていくともうね普段はあれですよ、いかつい顔をした方々がもうね普段やっぱりこう仮面をみんな私たちもそうですけど外ではつけてますよね。その仮面の
裏に潜んだそれぞれのいいお顔がですね、笑顔であったり微笑みであったり、そしてにこやかに歌っていたりとか、そういう表情がステージで見えるんですよ。まあこれはね、もう私からすると本当にいい仕事を選んだなと思いますよね。はい、そういう意味ではまた今週の土曜日もあるんですけどね、お年寄りってまあ自分のお父さんお母さん、自分のお父さんお母さん、皆さんご存命ですか。もう元ちゃんのね、父ちゃん母ちゃん、お父さんお母さんはねもう亡くなってもうだいぶ経つんですけど、でも未だに心の中にお父さんお母さんの面影あるし、お父さんお母さんとのやり取りがね未だに残ってます。もうそれこそね遠慮なしにもうバチンとね、こう意見をされたり、もうね、あの時は耳痛かったなと思うんですけど、今そういうふうに言ってくれる方がもうほとんどいないのでね、そういう意味では懐かしいなと思います。はい、だから皆さんもですね、自分一人で大きくなってませんよね。私も自分一人で大人になったとは思ってません。まあいろんな形で親父やおふくろに苦労させてきましてね、本当に今後悔先に立たずですけど、でも亡くなった今も心でつながってますから、だからこう本当にね、あの時ごめんねとか、ああこうすればよかったねとか、いろいろ思いながらね、お盆とか過ごしましたからね。はい、そういう意味ではやっぱり子供や孫たちにもね、こう親のこうなんていうの、こう思いを伝えるためにもやっぱりいい関係を作りたいなと思ってます。はい、沖縄のこの歌の中にね、とっても素晴らしい教訓歌があるんですね。ティンサグの花という歌ですが、これはいろんな人がですねアレンジをしたり三味線で歌ったり、してます。そういう意味でね、親を見直そう、ね、親の昔自分が言われた言葉をぜひ思い起こしてください。だからあなたにとって必要な言葉、あなたにとってこれをちゃんとするといい人生が送れる言葉が多分散りばめられています。沖縄のね、おじいちゃんおばあちゃんたちはね、勉強が学問はやっぱりこう貧しくてしてない方たちほとんどなんですけど、でもね、その生活の中から汲み取った哲学もすごいですよ。奥深いこの意味、これはね、もうこうぜひこれは残しておきたいなと思う言葉、うん、だから本当にまあ住んでるところによっていろんな文化が違いますし方言も違うんですけど、島幸子さんのお母さん、はい、私一度もお会いしたことないんだけど、ことあるごとに島幸子さんのお母さんからのメッセージ受け取るんですよ僕あれって思うぐらい本当にね哲学者、もうね、そういう意味では やっぱり役職でしょうね。神道としての役職でいろんな苦がに言葉がですね散りばめられてます。そういう意味ではおじいちゃんおばあちゃんと言われている方々もう老け込んでる場合じゃないですよ。子供や孫たちにぜひ大切な意味ある言葉を伝えてください、ね、やっぱり聞くのと聞かないとだよね、雲泥の差があります、ね、人間って今は感じ取れなくても後から残ってるのがあります。必要な言葉は残ってますから、そういう意味ではぜひ遠慮せずにね、わびびれじゃなくてもう家族ですから、ちゃんとこの子にはこういうことが必要だねっていう思われることはね、言葉として伝えてあげてくださいね。はい、まあ、だから沖縄県がねこうやっていろんな形でね、こうダッチロールもう迷ってるこのこと自体はやっぱり第二次世界大戦でお父さんお母さんたちがそういうことを教え伝えるべき親の世代が戦争でお亡くなりになって、それを子孫に伝えきれなかったというところで沖縄県、今の沖縄県があるんだと思うんですよ。そういう意味ではぜひ今ね、一生懸命生きていらっしゃる皆さん、子供たち孫たちにぜひ古賀に言葉残してあげてくださいね。はい、これはもう、こうお父さんお母さんしかできませんね。おじいちゃんおばあちゃんからの言葉として残して伝えていってあげてください。さあ、それではですね、今日の最後の曲ですが、ティンサグの花お聴きください。
さぐぬ花や君さきに住みきうやぬゆしぶとやしむにすみり金作の花お聞きいただきました。ありがとうございます、ね、お父さんお母さんご存命でしたらぜひ皆さんお父さんお母さんに大好きだよ愛してるよって伝えてみてください。びっくりするはずね、大丈夫よいやって言われますけどね。でも伝えられるときに伝えてください、はい、もうやっぱりねもう親はもう生きてるときにこう親孝行できたらね一番最高ですからね、はい、そういう意味ではね敬老の月もうね、おじいちゃんおばあちゃんのそういうお年寄りを大事にしようという、9月ですからぜひ皆さん、ね、自分の親も大事ですけど周りの、ね、親も大事にしてあげてくださいね。喜びますよ、はい、そういう意味では、はい、ね、今日はボギちゃんがいなかったのでそういう形で源ちゃんの今までの、まあね、思いとかをお伝えして曲もお届けしました。さあ来週またボギちゃんも参加できると思いますんで、来週もまた敬老の、ね、月ですからそういう形でいいお話があれば、ね、またお届けします、統一地方選挙、ね、本当に皆さん、お疲れ様でございました、はい、今日はゆっくりと、ね、
休んでいただいて、また明日への影響を養ってください。さあそれではまた来週皆さんとお会いしましょう。ありがとうございました。違っていても生まれた国が違っていても私たちは同じ人間、この地球の一つの家族だから、迷った時も苦しい時も一人で抱えて困らないで、家族や友達心開いて話してごらん、勇気を出して、死にたい時こそ信じ合おうよ、助け合おうよ、私たちは一つの地球家族、私たちは